はい。それでは行列式の定義をしていきましょう。まず、前回2次行列式のお話をしましたが、今回は3次行列式のお話をしましょう。その共通の性質を見ていきながらですね、行列式をその満たすべき性質によって定義してみたいと思います。3次行列式は、IJ 成分を AIJ としてですね、3次正方行列 A に対して次のような式で当たられます。まずですね、対角成分をすべてかけるわけですね。 で、次に、こういうふうに、A21, A32, a 1 a 3, 2, a 3というふうにかけて、で、もう一つ、A12, A31, A12, A23 ですね。というふうにかけます。で、今度はですね、逆対角の方をまずかけて、A31, A22, A13 というのをかけて引きます。それから、こういうふうに、A21, A12, A33 というのをかけて引きます。で、最後に a、A11, A32, A23 と。 いうふうにして、かけて引いていきます。どうでしょうか覚えられますかねこれね。行列の成分で表される何か数ということは、まあ、二次行列式と同じなんですが、だいぶと項が増えましたね。6つあります。6項ですね。えー、これ覚えるの覚えられないですよね。えー、まあ、あの、慣れると、まあ、自然に覚えてしまいますけれども、まあ、いざという時にはこれを使、式を使って計算というのできるんですけども、まあ、これから続いていきます。行列式の講義を理解していくとですね、このような公式は、 まあ、おぼりすは全くないということが分かってきますんで、まあ、安心してください。えー、でもとりあえずね、この式でしか今3次の行列式は使えないので、まあ、どっかに見守っておいて、今の線でもいいんですけども、どの順にかけて、どの順に、えー、かけて、それを引くか足すかっていうのだけですね。えー、一応、まあ、分かるようにしておいてください。まあ、それでは実際に数値例で計算してみましょう。はい、例のその1ですね。えー、この例の場合はこのような計算式になります。 124、はい、かけて211かけて013かけて足しますと。で、引き算の方が021かけて214かけて113かけて引きますということですね。はい。で、結果はマイナス1というふうになっています。次はですね、次の例行きましょう。次の例では、これは同じように124の231の313の 引くことの321の214の133というようになってますね。はい。で、計算するとこれがですね、0になるんですね。はい。ちょっとまあ皆さん自分で確かめてもらってもいいんですけども、0になります。さて、ここでクイズですね。行列式が0となっているのはどのような時か予想してみようと書いてありますね。行列式2の、2次の行列式の時も皆さんこういうクイズがあったの覚えてますかね。その時はどういう答えでしたか まあちょっと忘れたかもしれないんで、えー、ちょっと後でやりますので、まあちょっと考えておいてください。で、この ADMANSBC、これ ADMANS、ABCD AD の行列式、AD、a d マ a n s b c という2次の行列式と、この今の3次の行列式ですね。まあこれ一応、あの、サラスの公式として言われて有名なんですけども、まあ皆さんがなんか、えー、どこかで本屋さん行って、線形代数、なんかこの動画ではさっぱりわかんねえな、なんか作書ねえかなと思って買いに行ったらですね、あの、マセマというやつが、 山積みになってるかもしれませんで、まあ、そうでなくてもですね、いろんな参考書とかも、あのいろんな本もありますけども、そういうの開くとですね、この線がいっぱい引いてあって、サラスの公式って書いてあるのを多分見つけられると思うんですけども、まあ、この公式は別に、あの、さっきも言いましたけど、覚える必要はもちろんないんですけども、まあ、あの、慣れると自然に身につくといいますかあの、使えるとは思うんですが、ただしですね、これ、あの、サラスの公式、 好きな人というか、さらその公式を、えー、覚えてですね、そういうわけでやっていると、4時の行列式、5時の行列式が出てきた時にですね、この公式を使おうとするんですね、えー。使えるはずがないんですけども、全く使えるはずがないんですけども、使おうとするんですね。はい。で、あとで最後の方でもうちょっとしたら、あのー、まあ、次回ぐらいにですね、行列式の形ということで、一般の N 次行列式の形出てきますけども、えー、項の数はもちろん6項ではありません。3時の時だけ6項なんですね。だから、 今だけしか使えない。30の時しか使えないので、えー、まあ実質を覚えてもあまりしょうがないんですよね。はい。なので、それよりは、あ行列式のいろんな性質とか、どういう時に使えるかとか、何をするためのものかとか、そういうことをどんどん理解していくようにしてください。 はい。問題です。次の各行列 AI。6つありますね。この6つの行列の中で AI の行列式が0でないものを全て選びなさいと。ということですね。まあ、どれが0になるかなっていうことに気づけば、それを除外していって、あとは、まあ、あのー、0かどうかわかんないやつは実際に計算してみたらいいわけですね。はい。では、ちょっと考えてみてください。 はい。では、回答いきますね。えー、確認してみましょう。まあ、最初の方はですね、0は結構あるんで、計算楽だと思うんで、えー、まあ、ちゃちゃっとできると思うんですが、まず、A1 ですね。はい。これ、あの、単位行列ですね。単位行列の行列式は何ですかっていう問題ですね。これは、対角成分かけた時だけ1なんですね。まあ、これ、あの、スカラー行列、えー、対角行列、要するに対角成分以外は全部0っていう行列の場合は、対角成分だけかければ、 これにさらに対角成分の中になんか0のものがあればもう完全に0になっちゃいますけども今は全部対角成分1ですからかけたら1ということでこれは1ということですねじゃあ A2 はどうでしょう A2 は対角成分は0でそれから足し算の項は全部0なんですね引き算のところも逆対角0で唯一111というのが1個マイナスの項が残るんですねでマイナス1になりますじゃあ A3 はどうでしょう A3 はですね、これあの、123231231と足して、引き算も123123123と全部6足す6足す6引く6引く6引く 6, 6になるんですね。0ですね。はい。まあ、A3 なんかちょっと気づくことあると思いますけど、後でちょっと確認してみましょう。今度は A4 ですね。A4 は1行目が全部0になってますね。はい。3行目になんか π とか e とかなんかすごいものが入ってますけども、えー、まぁ、あ、かけるとですね、あのー、まあ 昔、えー、電話のダイヤルの番号全部、う足したらいくつになる、えー、こう、で、この友達がね、得意言55って答えるわけですね。じゃあ全部かけたらって一生懸命計算するんですけども、0があるので0になるっていう、まあ,あ、なんかお遊びがありましたけども、えー、ゼロ0がありますから、これ0ですね。はい。ということで、掛、えー、け算ど、どの方向でかけてもですね、各列ごとに全部、一、まあ、回0があってですね、えー、と、対角成分かけてもどこかけてもですね、ぜ全部0が出てくるんですね。 一行目、必ず一回出てきますから、どの子も全部一行目一回出てくるんで、全部どの子も0になるんですね。なので、これは0ですと。はい。で、英語はどうですかね。英語はちょっとまあ、パッと見分かんないんですけども、まあ、計算、するのに計算してみてください。はい。そうすると、これも0になることは分かります。最後の A6 は、これはさすがにゼロじゃないだろうと思って、皆さん A6 を選んだ人もいるかもしれません。はい。 ですが、これ計算してみるとですね。はいえ。え、2-16足す、1-23足す、え、115引く、マイナス、ま、引くで引くくりました。<No. S 1> 引く方をくくって、え、マイナス15足す6引く4ですね。で、計算するとですね、これロになるんですね。え<笑い>、A6 もゼロなんと。ということで、結果はですね、A1 と A2 だけなんですね。A1 と A2 外は全部ゼロでした。という問題なんですけども、 はい。えっと、ここで、まあ皆さんぼちぼち気づいてくれたと思いますけども、A3 のランクは1なんですね。で、A4 と A5 のランクも、これは2なんですね。3ではないんですね。まあ A4 のランク2なのはわかるんですけども、英語もですね、あの、これ割と簡単に分かって、1列目と2列目を足すと3列目になる。あるいは1行目と2行目を足すと3行目になるっていう、非常にまあシンプルな構造なので、よく見ると、まあすぐわかるんですね。 まあ普通に吐き出しすれば、あの、一回の吐き出しで一発で、え、ランク2であるっていうことは、まあほぼわかりますけれども。でも A6 はちょっとランク2か1か。まあランク1じゃないのはわかるんですけどね。ランク1いうのはすべて同じどっか行とかどっか列の手スバになっていますから、ランク1はわかるんですけども、A6 はランク6では、ランク1ではないんですけども、さあランク2でしょうかということなんですが、これ、まあ、素直に階段行列に変形すると、こういう風になって、 まあまだこれ階段じゃないですけども、もう3131と031、0312行出てきてますから、ランク2ということがわかりますね。ということでですね、ランクがどうやら3じゃないやつは0になってるよということがわかってきました。はい。ということで今回はここまでです。